結構オタク系。あ、彼女ヤマト好きなの。ヤマトなでしこ。はい、はい、始まりました。今日はなんかガチャガチャがたくさんあるということでですね、まあ、早速入ってみたいと思います。あ、この辺にもいっぱいあるし、ね、ダーッと。何これ、うわ懐かしい、この懐かしいやつ。あ、分かる、煙の出るタバコって懐かしい、うん、めっちゃある。何を入れようか、金庫、戦国、これスライムとか可愛い。この辺はあのあれアンパンマンコーナー、子供たちに、ね、うん、かわいいね。あ、ポケモンもある。ポケモン、ピカチュウかわいい。これ、この辺も全部ポケモン。すごいな、種類が、うん、この辺はなんか女の子のダイナソーとか、あの プラレール、おなんだっけこれ、トーマス、トーマス。あ、見て、私これがいい。めっちゃかわいい、パンパンパン。そう、なんかでもすごいな、いっぱいある。しかもなんかブログとか中華飯、おでん、餃子、ここはあの上もあるみたいなんで、ちょっと行ってみましょう。はい、はい、やってきました。2階フロア、もう広い。すげえ、こんな、すげえ、こんなにあるんだよ。これは結構オタク系なんかその、そっちとかさ、バスケリーチとかさ、ガールズバンドパーティーとか、なんかもう、大人でも楽しめるようなものが多い。すごいな、種類が多すぎて。この辺とかいいじゃん結構渋いね。コメラコーヒーとか、芸能系、芸能系、トワイス、今人気の牛乳の蓋。うわ、あ、ヤマト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 、テンション上がる。ヤマト、ヤマト。あ、彼女ヤマト好きなの。うん、ヤマトミュージアムも行ったし。おお、さすがヤマトなでしこ。もうそれしかないじゃん。ということでですね、結構本当にこう見渡す限りたくさんのガチャガチャが、下も上もあるということで、まあ、あのちっちゃい子とかすごいたくさんいるけど楽しめる。あとこういうの好きな人とかも楽しめるかなと、あのなんだろう、コレクション好きの人とかも楽しめるかなと思いますので、夢コロ、夢コロです、住所はこの辺に。そう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 、住所はこちらです。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、どうぞ。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。